あ、めっちゃ映る。めっちゃ映る。ドーン。あとこれも撮っとかなきゃ。よいしょ。はい。はい。そしてこの絶景。よいしょ。まあね、そうだね。天気良かったら多分もっと綺麗。だからいつも見える側だよね、多分あのピアノに近いね部屋だよね。ね。コンラッド。これ。メズムからコンラッド。すごーい。はい、ちなみにここは17階。17階？17階だよね。いやー。それは東京。あ、新幹線だ。あ、本当だ。これズームしたところで、もう新幹線通り終わった。ギリ。ギリ。いやでもさ、電車もすごいけどさ、車もやっぱすごいよね。ね。これモノレールかな？あ、また新幹線。また新幹線。はいはい。鉄オタみたいになってる。新幹線取り。いやでもあの鳥も飛んでるから。鳥も飛んでる。いやすごい本当に。このね、この景色。ここ。すごい。あとこっち側からのお部屋の景色、こんな感じ。いつもと違うお部屋でした。はい。Thank you.
っちゃ綺麗。写真も撮っとこう。入り口に人いるかな、ちょっと。あ、大丈夫。いや、でも外にいるかもしれない。別に悪いことしてない。何も悪いことはしてないんだけど。あ、珍しい、外にもいない。あ、今日遅いからか、時間が。あ、ちょっと広角に。よし。大丈夫、大丈夫。何も悪いことはしてないんだけど。とりあえず写真を撮る。すごいね、おしゃれ。これが港区の夜だよね。落ち着いた方の港区の夜。